宗像市で鳥インフルエンザが確認されたことを受け、北九州市の伊東津の森公園で一部の鳥類展示を中止するなどの緊急措置が取られています。小倉北区の伊東津の森公園では、今朝から鳥類展示施設の観覧が中止されるとともに、係員が鳥のゲージに防鳥ネットを張る作業を行っています。福岡県宗像市の養鶏場で、県として初めて鳥インフルエンザの H5 亜型が確認され、昨日からおよそ9万4000羽の殺処分が進められています。これまでに異常が確認された養鶏場は他にありませんが、伊東津の森公園では、県内で鳥インフルエンザが発生した場合、鳥インフルエンザの感染が収束するまでこうした措置を取ることをマニュアルで定めています。伊東津の森公園では、来園者への消毒マットによる靴底消毒も呼びかけられます。